元田です。元田です。サンパタです。お願いしま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 す。おお、うわ、何のっけから、え、何、どうしたんですか。あ、すいません。ああ、大丈夫ですか。はい。ワールド入ったっすよ。気合入ってるですね。全然見えてなかったですよ。だいぶ気合入ってるっすね。今日はね、報告。はい。報告というか。報告。まあみんな大会終わって、はい、結果報告。はい。はい、結果報告。吉田さんは大阪1位っす。おお、はい、すごい。え、クラシックフィジーク。クラシックフィジーク。大阪1位。はい。すごい。何で出たの？2人中1位。あ2人、え、2人、はい、おー、まあでも人数は関係ない、関係ない、結論大阪1位ですもんね。で去年も1位、去年は関西取っといて、フィジーク関西1位。あ、そうです。去年何人、5人。それで狙ってるんですか。いや、これ偶然なんですよ。マジです。エントリー後に見たらちょうど少ないんですよ、毎回。ストレス少ないとか出て1位だったら結構景品持ち込まれるんですもんね。今回だからコスパ良かったっす。コスパって最終は大会バレバレだったこの手やばかったっすよ。40回分ぐらいとか、そんなの、そう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 、ガチです。マジそうです、小袋で。こんな出場の料金あれもそうです。あ、そう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 、むしろ投資やと思って、ちゃんとその以上にリターン一番僕が回収になったんですかね、3人の中で。そうですね、確かに一番コスパです。確かに、さすがケチっすね。そこに繋がらず、そこまで繋がってないですね。そこに繋がらずか。まあまあ結果大阪1位なんで。まあ確かに、おめでとうございます。ありがとうございます。僕、兵庫10位。10位。うわ、うわ、ずこ、ずこ。10位。兵庫県の JBF オーブンフィジーク。まあ一番出場数多いです。43人。多いですね、確かに。だからなんすか ?43 人、10位。え、だからなんすか。喧嘩や喧嘩。1位ですもんね。はいはい。何を言われても僕は10位っす。10位、全然違うじゃないですか。真ん中に9位に多いっす。全然違うっす。いや、でもフィジークはだいぶレベル上がったっすね。上がったっす。まあまあ確かに正直ね、特に兵庫のあの階級はすごかったっすね。ね、一番レベル高かったんちゃいます。そう、見とってもなんかすごかったっすね、あれ。ほんまに楽しかったっす。楽しかったっす。はい、よかったっす。上田さん、ありがとうございます。僕12位3位、よくわからない順位。え、10位って言ったらでも一番下っす。一番下っすね、このメンバーで一番下っすね。でも僕全国っすよ。10位っす。え、いや、ちょっと僕1位っす。地区でしょ。え、でも1位でも、え、じゃあ全日本で12位の人と地区1位の人と地区1位が勝つんすか。まあでもその結果、まあ大会のデカさで言ったら1位っすね。まあ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 、そうっすね。で、でも実際のタイトルの順位としては1位っすね。まあそうですね、どこを見るか。で、その人数に対しての順位で言ったら僕が1位じゃんすか。どうなんすかね。あ、人数比。はい、まあ、確か僕は28人。で13、そうですね、まあ、12位か13、はいはい、まあ、ピックアップ通ったってことです。はい、はい、43で10、はいはい、で2位で僕2分の1。じゃあもう出ちゃうどちらかまあそんな細かいことは気にせず、まあ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 、そうですね、まあみんな無事やりきった、はい、そうですね、無事減量終わったですね。はい、はい、来年の目標っすよね。言ってみましょう。じゃあ、うわ、はい、来年、はい、うわ、どうしましょう。ないっすか。ない。じゃあ僕からいいっすか。はい、いいっすか。僕は、はい、来年、はい、JBF 登録しないっすね。え、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 ガチっすか。はい、もうそもそもっすか。一旦、あ、一旦ね、でもまた、JBF からもう出ないわけじゃなくて、はい、第1年は、はい、ベストボディっすか。そっちっすか。どっち行くんすか。え、どういうことっすか。ベストボディ、マスター、あ、フィギュアスケート。フィギュアスケート。あ、浅田、あ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 、佐田さんやと思って僕今まで動画回したんですけど、え、浅田真央さんですか。はい。え、ちょっと待って、浅田真央さん最近アイススケート、はい、とはどうは、まあ、野球、え、ちょっと待ってください、大山選手ですか。はい、え、はい、序盤話してもらってます。はい、何を言ってるの。野球とアイススケート、まあ、フィギュアと、はい、フィギュアスケートと元田さんちゃんですか。はい、はい、もつらめ様です。もつらめです。すごいタイミング。はい、フィギュアと野球の二刀流、はい、うわー、聞いたことないですね。っていうのはまあ冗談で、はいはいはい、まあ、普通にフィジークは僕はレモンクラシックだと思うんです。ああ、いいっすね。まあ、今回出れなかったじゃないですか。確かに、やっぱレモンチャンネルさんにも、はいはい、まあ迷惑がはかかってますし、やっぱり
僕ら出るからチケット買ったでしょ、もうおったんですよ。確かに、そう言ってる人いたんで、だから来年は出ます僕。おう、だから DVD も登録しない。あ、先生見てます。でもクラシックのフィジカル出ると。そうです。おお、いいじゃないですか。いいじゃないですか。で、ボディビルも出たいんで、ボディビルはマッスルゲートに出ます。おお、あ、そうか、それやったらいけるんですね。はい。あー、めっちゃいいじゃないですか。それでいきます。サムに登録ですか。はい。ということでね、僕は来年 JBF ちょっと登録しないとして、でも JBF でやっぱり結果残したいってのもあるんで、はい、とりあえず来年1試合出ないってだけで、はい、その次の試合出るかもしれないですね。はい、なるほど。やっぱ JBF が出続けていてるんで今、まあ、一つの考えに固執するのは古いかなと。固執って言ってたっすね。はい、幅広く。幅広く。はい、まあ、そうですね。確かになぁ。レモンクラシック出たいっすよね。これがややこしいんですよね。でも来年も絶対 JB で取ったら出れないですもんね。そうですね。いやー、はい、そんな感じです。えぇ、ー、いや、めっちゃいいっす。めっちゃいいですよね。一緒なりです。一旦 JB から離れようっていう。なんかでも揺らぐっすね、それ。確かにいいっすね、はい、僕はもうそうします。だってめんどくさいですもんね、はい、登録とかも、はい、正直1万6000円するし、年齢上がってるし。あ、年齢上がってるし。確かに確かに。すごい可愛い方です。あ、もつなべさん。あ、あ、もつなべです。もつなべです。一瞬映ってもらって、一瞬映ってもらっていいですか。肌が、急に肌が。これ座ってもらって、一回遠近法で、ここ一回一緒です。何、目標は、来年の目標は何ですか。大会の来年ですか。はい、オリンピア優勝。オリンピア優勝。え、僕らの見据えてとかちゃうセリフで気持ちいいですね。僕らまだまだ全然ダメでしょ。現実見つぎ取ったっす。見越えてるんで。オリンピア、オリンピア優勝。オリンピア優勝。出場じゃなくて優勝ですか。とりあえず、はい、優勝。とりあえず優勝。はい、すごいな。わかりました。出すか、これ。これ、今流すやつですから。はい。じゃあ、星川さんですが、それ。はい、ありがとうございました。じゃあ、上原さん。はい、僕ですね。僕はもちろんまた日本クラス別に挑戦しますよ。優勝。優勝。当たり前じゃないですか。昔狙いに行く。優勝しかないでしょ、そんなもん。昔狙いです。まあでも、バルクはもう仕上がってるんで、はいはい、もうカットとポージングだけ手に入れたらもう、そうですね。いけるでしょ。はい。まあでも、本気で優勝狙いに行きます。はい、これはマジです。階級は同じ75キロ以下。で、まあ最低6位狙いに行きます。いらないです。優勝でいいです。厳しい。厳しい。他人にめっちゃ厳しい。怖っ。自分にめっちゃ甘いけど、ね、他人にめっちゃ厳しい。めっちゃ怖いっすね。無礼者かしく優勝です。ああ。その賞金で、なんかもう切り取っときましょう。え、その賞金で、3人で。あ、4人で。なんかしてくれる。はい。なんかしてくれる。肩もみマッサージ券あげる。うわ、嬉しい。何回した ?10 回くらいくれますか。はい。やった。いらないっす。いらないっす。いらないっす。優勝、来年の目標は。あ、まあ優勝っす、もちろん。75キロ級のてっぺんの。てっぺんの2人いきます。で、そこ行った後、全日本にも挑戦しようかな。10月にある、はい、全日本12人入り。はい。僕のその結果次第では。トップ12入り。はい。目指しましょうかな。目指しましょうっていうか、まあ、出たいなっていう。実現しようかな。出るっすよね。はい。行きたいなっていう、思ってます。力強い。楽しみですね。めちゃめちゃ楽しみです。はい、じゃあ、荒杉翔さんはどんな。そうですね。最後。まあ、とりあえず出場人数2桁のところを出ようかなーっていうのが一番の目標。まずは1桁。まあ、回収することは考えるはい、最低1桁です。1桁。はい。で、多いなと思ったら、ちょっと見送る。あ、はい、はい。目的はその投資したものに対してリターンの方が多くなるっていう。じゃあまだわかんないけど。まだわかんないっす。こればっかりは。まあ、出場人数見てから。そうです。後手後手で。じゃあ、JB じゃない。絶対損した。確かに投資額でかすぎですね。まず登録費用でもマイナス1万6000円高いっすね。1万6000円。来年じゃあ片っ端から視聴者使うこと言って、はい、どんなぐらい景品稼げるかってなってますね。綺麗や山ほど出てね、意味のないどこそれみたいな。じゃあ全部出なかったんですよ、僕。じゃあ、はい、フィジークも、はい、マスキュラーも、クラシックもボディも、はい、一番大変ですね、はい、それでいきましょう。頑張るそうじゃん。でもガチで言ったら今フィジークとクラシックで1度ってるんで、ボディービルじゃないですか。あ、だから来年大阪クラス別出て、でまたクラス別やったら体重重いのでいったらまた出場した。確かに、まあ、6人とかになるんじゃないですか。まあ、そこを見て、まあ、見てからダイエットを決めるっす。あ、まあ、タイトルも取りつつ、はい、リターンも。あ、そうです、どっちもっす。どっちも、はい、美味しい。美味しいところです。ミスター大阪っていうのもあるんですよ。向かい級人数めっちゃ多い。あ、あれどうですか。出てるっす。おお、カスタラウス。おお、カスタラウス。はい、おー、いいっすね。決まりました。全員目標決まったっすね。全員目標決まった、はい、じゃあこれで何で向かって筋トレガツガツ頑張っていくんで。もちろん、はい、また筋トレ動画とかもじゃあそうですね、上げていったり、上げていったら僕たちが
今この種目めっちゃいいってやつを共有してってね。そうですね、みんなで読みましょう。リアルタイムで成長をね、はい、みんなで成長しましょう。共に、共に成長、はい、いうことです。かなりこのまま引き続き応援お願いします。ありがとうございます。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくね。